みなさん、こんにちは。しょりみチャンネルのしほです。はい、というわけで今回ですね、ですね、ママがスマホをいじっていたら、なんか面白そうなゲームを見つけたので、今回はそのゲームで遊んでいきたいと思います。で、どういうゲームかというと、なんかね、スマホなんだけど、スライム感を味わえるアプリなんですよ。まあでもゲームというよりなんかスマホでスライムが作れるとかスライムをなんか触った感触が になるっていうかね、音もすごくいいし、自分で色とかも決められるし、すっごい面白いアプリなので、今回はそれをやっていきたいと思います。はい、でもねこのアプリはちょっと有料なんですね。で3日間だけね無料なんですけど、それ以降はね有料になってしまうんですよ。なのでちょっとね1ヶ月だけちょっと試しにね購入してみました。なのでちょっとね遊んでみたいと思います。はい、ここですね。このピンクと後ろは黒のですね、アプリです。こちらを使ってやっていきたいと思います。はいはい、ということでですね、こちらを使うんですけど、私なんとスライム作るのが苦手なんですよ。なので今回このアプリを使ってうまくスライムを作りたいと思います。はい、やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきたいと思います。まずはね、自分オリジナルのスライムを作っていきたいと思います。こっちでね、今こういう画面なんですけど、このね、上の、紫色のプラスボタンがあるんですけど、そこを押すと、まず、この白が、この白が選べるんですけど、私は、どうしよう。私は、この一番左の、この白いスライムにしたいと思います。はい、次。で、次はですね、こういう色とか、ラメとか、音を調整できたりします。色選んでいきます。スライムといったら緑だから緑にします。あ、すごい。オッケー、できました。で、今映ってるのが、私のスライムでございます。見て、おお、すごい。で、こちら、そうなんですよ、こちら、緑とあとラメを3種類入れました。はい、じゃ今から触っていきたいと思います。すごい音が鳴る。すごい音が鳴る。ちょっと上げろ、温度。ん？温度いっぱいまでする。おー、音量今上げたらすごいことになってる。ねえ、ちょっと太鼓のようじゃないそれ。もっとさ、優しく触れないの。そう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 。で、スライムを作ったら保存できんだよね。そうなんです。保存してみる。保存ってどうやって、なんか名前をつけるみたいな感じに。名前つけてもいい。あ、もうつけて保存したの、早い。はい、じゃあこんな感じでどん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 ね、自分のスライムを作っていくことができるみたいです。はい、じゃあ最初のさ、画面、アプリを開いた時に出てくる画面にしましょうか。はい、しました。そうすると下の方になんかこういっぱいいろいろなものが
なんかスライム以外もね、あるみたいなの。じゃあ最初のそのピンクのスライムからちょっと触ってみる？うん、はい、いきます。うん。すごいよね。ちょっとさ、画面録画だとさ、手が映んないからさ、一応手で触った感じ、こんなんでしたカメラに見せてみようか。ちょ、カメラで見ると、あ、いい？うん。はい。で、触ってみると、こんな感じです。ああ。そう、ほんと手がね、こう、本当にスライムを直に触ってるかのようになるよね。すごくない？すごいよね。すごすぎてやばくない？音もすごいね。うん、じゃあ、あー、今度じゃあじっくり音別やろうね。はい。で、下に他にもね、スライム以外のなんかものもあるの。水とかもあるんだよ。何これ？それ何？なんて書いてある？ヘビじゃない？スネークって書いてない？ヘビ？あ、写真、あ、しごります。あ、そうそう、写真をな、あの、できるの。とりあえず今、白、あれだって、コロンの写真を。シゴとコロンの顔が口だ。そう、いろんなね、あの、写真を選べて。選びたい。選びたい。じゃチェンジっていうボタン。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。ここにチェンジっていうボタンがあって。半分しか映ってないけど。何？誕生日。ああ、そういうのでもいいよ。じゃあそれにする？うん。じゃあ違う写真にね、しました。はい。じゃあそれちょっと触ってみて。うん。え、それじゃ分かんない。ゆっくり触るとほら、顔が分かるかな。ああ、私の顔ビヨーンってなるの。リミの顔も。あれ、顔が、あ、ケーキが、ういー、すごいよね、これ。写真がなんかスライムみたいになって、手で動かすとすごいことになります。はい、いきます。リミの顔。うん、うわー、やばい。やばい。うわー。ケーキ。ケーキ。うわー。やばいね、これ。私の顔が、むにゅの、むにゅってなってる。スライムになってるんだって。うんじゅーってなってる。写真がスライムってやばいよね。音もするし。うわ、見てこれ顔。やばいよ。私だよこれ。変な顔になっちゃう。これ。ほっぺが。ほっぺがちぎれちゃう。ほっぺがポケットなってる。リミの顔。ほら、ほらやばくないこれ。やばいやばい。すごいね。うわ、リミほっぺが。ね、こんな感じで、いろんなね、写真が、スライムみたいなね、なるね。はい。これがすごいです。はい。はい。写真、ね、今写真撮りたい。え？今写真撮ってここに写したい。いいよ。すごい顔でしたけど、いいんですか？いいな。じゃあ今撮った写真を、やってみますか？じゃあそれやってください。いきます。あ、じゃあここのボタンを押してさ、全画面にして。すごい。じゃカメラに。今撮った写真でーす。うわー、しほちゃんの顔がブチャイク、ブチャイクになっていく。早いとダメなんじゃない？もっとゆっくりやった方がいいかな。早くやりすぎるとダメみたい。おー、すごい目が。戻っていくね、ゆっくりやると。おお、ほっぺが、あー、鼻が、やばい。どうこれ？これ私が作ったスライム。いい音でしょ？ね、他にもさ、もう元々あるさ、下に出てくるやつさ、あるじゃん。これ？じゃなくて、これ？そうそうそう、そういうなんか元々入ってるやつ。それがなんかスパンコールみたいなのが入ってる。スライム。あ、かわいいな、いつも。あれ、ママが作ったんじゃないの？ママ作ってない。それもともと入ってたんだよ。そうなんだ。いいね。
で、なんかね、水とかも入ってんの。水？水、水。なんかウォーターって書いてあるのない？青いの。それはアイスかな。あ、そうそうそうだよ、ほら。すごくない？水の音だよ。超いい音じゃない？音別にいいよね。あれ、何も触ってないの音がする。ほんとだ。水だからあれかな、一回触るとずっとこう、タプンタプンしてんのかな。すごいよね。なんかずっと聞いてたい。赤ちゃんとか聞いたらなんか眠りそうな感じだね。ほんとさ、こうなんか滑らかに触ってよ。見てください、タプタプスライム。うわー、すごい。めっちゃタプタプしてる。いいね。綺麗な青で。あとなんかね、いちごの色あったよ。ストロベリーとか書いてあるやつ。いちご？うん。赤いやつない？赤い。これ何これ？あ、何これ？何？待って、できて。なんか怖いね。何が？火みたい。これ、あ、これ？ママ、ストロベリー。あ、違う違う違う。真っ赤なのない？真っ赤。これ？それじゃない。これ？それじゃない。もうドクドク。うん。お、すごい、レインボー。レインボー。レインボー。見てください、レインボー発見。本当だ。いきます。おー、すごい。あ、これは綺麗だね。ね、めちゃくちゃ綺麗。めちゃ綺麗。あ、音が鳴らしてる。音量小さくしてんの。音量小さくしないでください。ちょっと右が一番。左はね、難しい。右が一番好き。綺麗。気に入った。これスクショしといた。なんでスクショすんの？スクショする意味は。あ、何これ？チュースみたいじゃない？ジュース、オレンジジュースみたいじゃない？これなんて書いてある下？ハニーだって。え、ハニーって書いてない？蜂蜜ってこと？蜂蜜色ってことかな？蜂蜜だって。ストロベリーあったでしょ、赤いの。ここで変えられる。あ、そんなにあんだ。うん、ストロベリーだ。すごい、ストロベリー、あ、真っ赤なの。これ？あ、そう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 。うわー、すごくない？グロくない？ちょっと真っ赤で。うん、グロ。でもね、ストロベリーなんだよ。これなんかね、うん、なんか、なんていうんだろう、あれ、なんか、あの、シェービングフォームをドッパードッパーって入れて、うん、赤をたくさん入れて、とにかくたくさん入れるスライムを作った時に、なりそう。スライム作りたくなってきた。そうね、自分で作った方がやっぱり、やばい、スライム作りたくなる。はい、ということで今回ですね、ママが見つけた面白そうなアプリを今回やってみたんですけど、やってみた感想は、とにかく自分で作りたくなってしまいました。じゃあね、今度またスライム作りましょう。はい、はい、それでは、バイバーイ。